俺は日野美春、22歳。割と真面目に生きていた方だったと思う。悪い子みーけ。何の取り柄もない男が連れて行かれたのは、クリスマスを裏で運営する会社、サンタクロースハウス。おめでとう、美春くん。最低だ。1000万！え、工場券？え？仕事は黒いサンタになって、悪い子にヘンテコなプレゼントを渡すこと。やだー、しくやらせ。日本の子から選ぶわね。見つけた。完全に個人情報じゃん。え、めちゃくちゃ怖いんですけど。トナカイになるためには実技試験があるっす。クソ野郎。子供たちのためだから。赤いサンタって殺されたの？赤いサンタがいないとクリスマスはなくなってしまうんだ。そんなの絶対に嫌だ。一番欲しいものを待ってる子がいるんだよ。俺、赤いサンタに会ったことある。面白いことになりそうだ。クリスマスはブラックサンタに託された。日の出まであと10分。プレゼント守るっすよ。ブラックナイトパレード、頑張ってください。頑張りクリスマス。